ネックブリーカードロップはプロレス技の一種である。日本名は首折り落とし、空中手を折り落とし。技を仕掛けるときの体勢により複数の呼び名があり、ネックブリーカードロップはそれらの総称である。技名にあるブリーカーはバックブリーカーと同じで英語のブレイカーの単語が変化したものである。しばしばネックブリーカーと混同されるが別の技である。 ジャイアントババが自らのオリジナルフィニッシュホールドの一つとして考案。最後までフィニッシュの一つとして愛用した。掛け方は立っている相手の正面から相手の首に自らの片腕を巻きつけ、そのまま自らの体を背中からマットへ倒し、その勢いを利用して相手の体を背面からマットへ押し倒すというものである。ネックブリーカードロップの原点。 ジャイアントババが考案したのは、この形のネックブリーカードロップである。初公開は、1969年12月の、ドリー・ファンク・ジュニアとの NWA、世界ヘビー級選手権だとされる。その後、ジャック・ブリスコをこの技で下し、日本人初の NWA 世界ヘビー級選手権を、ダッシュしたことにより、脚光を浴びた。助走をつけて、相手の首に腕を巻きつけ、 さらに押し倒す際に、自らの体を滑らすようにマットへ倒すフォームが特徴である。主な使用者現在、最も多く使用される、ネックブリーカードロップのスタイルはこの形である。助走をつけて、相手の首に腕を巻きつけ、同時にジャンプして、自らの体を空中に完全に浮かせて、マットへ倒しながら、その勢いを利用し、相手の体を背面からマットへ押し倒す。 主な使用者ジャンピング式に似ているが、ジャンピング式が相手の首へ自らの片腕を巻きつけたと同時、もしくはその直後にジャンプするのに対し、フライング式は助走をつけて相手へ向かって大きくジャンピングした後、空中で相手の首へ自らの片腕を巻きつけ、そのまま自らの体をマットへ倒しながら、相手を背面からマットへ押し倒す。 主な使用者コーナーのトップロープ上、もしくはセカンドロープから立っている相手に向かって飛んでいき、空中で相手の首へ自らの片腕を巻きつけ、そのまま自らの体をマットへ倒しながら、相手を背面からマットへ押し倒す。主な使用者助走して相手の腕に片腕を引っ掛けるように飛びつき、 相手の腕を軸にして、相手の体の周りを旋回し、腕のフックを外して、もう片方の腕を相手の首に引っ掛けて、ネックブリーカードロップの形で落とす。日本では、吉野正人のオリジナル技となっており、海外では、クリス・ジェリコがカウンターで捉えて、両手で固定したまま落としたり、ジェフ・ハーディのように、ランニングネックブリーカーから巻き込むように落としたり、 いろいろな形の使い手がいる。上述のフライングネックブリーカードロップの派生技で助走をつけて前方中返しつつ両手で相手の頭をつかみ前方回転の勢いで相手を後頭部背面からマットに叩きつける。相手が尻餅をついた状態で仕掛けるパターン、相手が立った状態で仕掛けるパターン、コーナーからダイビングして決めるパターンが存在する。 主な使用者スタンディング式のリバースフェイスロックの体勢もしくはドラゴンスリーパーの体勢から相手の頭部を離すと同時に自分の体を反転させその遠心力を利用して自分の片腕を相手の喉元へ勢いよく叩きつけてその瞬間に自分の体を背中からマットへ倒し込みその勢いを利用して相手を背面からマットへ叩き落とす技 ビッグショーはさらには長身を生かして、脚部を当てる、足掛け式などの応用技も考案している。他には相手を、表裏逆にした、リバース式などもある。なお、技の考案者は、グレゴリー・ヘルムズであるが、ファイナルカットの名称で最初に使用したのは、ビッグショーである。ヘルムズやビッグショーが使用していたのは、エルボードロップのように肘を叩きつける方であるが、 WCW 時代のヘルムズのライバルであった、カズハヤシが全日本帰国後にネックブリーカードロップのように腕を叩きつける形に改良し、日本ではそちらの方が普及している。主な使用者、スリングブレード前述の旋回式、ネックブリーカードロップの類似技。棚橋博士が考案した技で、棚橋が得意としている。 もともと半回転の使い手は国内外にもいたが、棚橋は立っている対戦相手に対し助走をつけて正面から飛びかかり、相手の首に片腕を巻きつけて、相手の首を支点に空中で1回転分旋回そしてその遠心力を利用して首に巻きつけた腕を離すと同時に、反対側の腕を勢いよく喉元へ叩きつける。その瞬間、自分は、 背中からマットへ倒れ込み、同時にそのせいで相手を背面からマットへ叩き落とす。応用として、コーナーポスト上からインで決めるダイビング引きも考案されている。なお、名付け親は中村信介である。ブレーンバスターの状態で抱え上げた後、そこから前方へ相手を放り投げ、同時に相手の喉元へ片腕を叩きつけ、さらに自分の体をマットへ、 背中から倒し、その勢いで、相手の喉元に片腕をぶつけたまま体重をかけながら、背面からマットへ叩きつける。考案者、使用者は、塩崎剛で、先輩の鈴木小太郎が、ロボットアニメ、戦国魔人、豪将軍の必殺技から命名した。最近は片腕を叩きつけるという形ではなく、相手の首に片腕を巻きつけるような形となっており、 ブレーンバスターの体勢からのネックブリーカードロップとも言える。ありがとうございます。